今回のプロスペース実況は期間限定の10連福袋を5回購入していくよ。こちらの購入特典はね、2回目購入では S ランク選手1人確定 で、3回目と5回目は自チームの S ランクが1人確定してる。つまりは5回購入すれば3人以上の S は確実に手に入る超お得な10連福袋ですから、まあその中ですね、毎度毎度言ってますけど、僕は巨人の坂本勇人、菅野智之、この2人を手に入れたって、今無課金で毎日毎日必死に必死にコツ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 頑張ってやってきてるんです。その頑張りが今日ここで実ることを祈り信じ、これから購入していきましょう。まず1回目購入では A ランク以上の選手が1人確定、 S が当たるかどうかは分からないとのことだ。いきなり当たってくれたらそれ最高なんですけどね。行きましょう。来るんだ、来てくれ、俺のために、皆のために、ずっと頑張ってきてて、ここまで坂本菅野は手に入ってない、これからも手に入らないのか、いや今日手に入れる、必ずね。おお、画面が割れたということはいきなり S が来たということだ。はっはー、いいですね。その S が何なのか見守っていこう。1人目は B ランク足立、2人目 B ランク菊谷、3人目 B ランク今永、4人目 B ランク重信、5人目 B ランク桑原、6人目ここでS ランクの木村さん、西武の選手ですね。申し訳ない、パリーグは全く詳しくないので、その本当主力級じゃないと覚えられないの、私ピーマン。木村さん、 S は S でも木村さん、あそう、まあとりあえず、はい、7人目 B ランク玉井、8人目 B ランク岩崎、9人目 B ランク田代で、最後10人目は A ランクですね、石川直也ということで、まあ、とりあえずですね、もうこれ次から次へと購入してい、きたいと思いますので、まあ、1回目の購入はこのようになりました。振り返りは後でしていきたいと思います。続けて2回目購入では、これ S ランク選手が1人確定している、つまりは2回続けて S が手に入れられる。じゃあその S が何なのか、せめてセリーグの選手であってほしいですね。セリーグの選手は覚えてますから、誰が来てもどんな選手であるか。パリーグだと本当ね、ちょっとね、一部の主力以外は覚えられないので、お願いします、ナト顔を知ってる選手っていうのを放出してください。リアクション取りづらいんで困る。おっと、いきなりびっくりしたが A ランクの重信、ちょっとごめんなさい、ヒヤッとした、びっくりした。続けて B ランク強打、あーここも A ランクか、うん、 A なのね、 A なのね、なんか立て続けに来るからで4人目 B ランク久保、5人目 B ランク亀井、10人目は S ですよね、これ確定してます。6人目阿部慎之助も欲しいですね、 S ランクであれば。7人目も A ランク、 A がいっぱい出てくるな。8人目 B ランク中谷、9人目 B ランク平、最後10人目の S ランクは誰？岡本和真、よーし、いやいやいや、坂本も菅野も欲しかったんですけども、2019年の岡本和真も持ってなかったのでね、欲しいと思ってた願いが2回目の購入にして叶ったぜ。まだ購入回数残ってるので、よしよしよし、もうこれだけで十分お釣りが来ると言ってもいいんですけども、まだまだあるので、これも後で振り返っていきたいと思います。ここまでなんか充実してていいのかな。次の3回目購入では、先ほど紹介した通り自チームの S ランク選手1人確定してるわけですから、まあその1人は岡本以外の誰かであってほしいですね。かぶってほしくはないです、どうせ当たるのであれば。巨人の他の誰か、その誰かが、まあ、坂本菅野のどちらかであればいいんですけど、早く行きましょう。もう見たくて見たくてたまらないわ、どんな選手が出てくるのか。この流れだから本当に俺の願いが叶う可能性もあるね。ついに今日無課金で頑張ってきた俺の頑張りが叶うか。3回目購入だ、来てくれ坂本菅野を手繰り寄せろ。まずは B ランクカスティーヨ、 B ランク強打、 B ランク枠井、 B ランク福田、 B ランク大竹、 B ランク中谷、 B ラッシュ、7人目も B か、8人目も B のヒースで、おっと9人目はここで A ランクのマーティン、フォアボールで自滅する投手だね、そうやってテロップでテレビで紹介されてましたよね。あんたが来たか、まあいいでしょう。続けて10人目自チームの S ランクは誰？山口俊、あーもう、いやいいんだけど、
いんだけどね、持ってるからね。でもね、これ持ってないパターンのやつですね。シリーズ2のやつですから、僕が持ってるのはシリーズ1のやつなので、まあそれは今リアルタイム対戦でも使ってますけどね。まあでもどうせならばね、僕はちょっと巨人の S ランクの選手を揃えようと今頑張ってるので、持ってないポジションの選手が来てくれたらより良かったんですけどね。ちょっと被った感あるな。まあでも今ね、菅野がなかなかね結果残せず不甲斐ない中、今チームを引っ張ってんのは山口俊。このままいけば2019年の沢村賞は山口という可能性もあるわけですから、まあそんな投手を当てれたのはいいことですよね。次は4回目購入。4回目は特に得点はないですね。 A ランク以上の選手が1人確定している。ただその流れで1回目 S が来てくれたじゃないので、4回目も来るんじゃない。4回連続 S なんて見ることができればそれはいいんだけどね。最後のチャンス、はい、ボールは燃えて弾き返して画面も割れるまであればいいんだけど、そこはないか。そのまま気負ったで、こいつ。 B ランク田島、 B ランク石川、 B ランク森原さん、 B ランク西川さん、 B ランク岡田さん、 B ランク音坂さん、 B ランク笠原さんで、 B ランク沢村さん、9人目 B ランク陽大館ということで S はいないね。最後の A ランクは誰だ。笠原さんね、結構見るねあんたね。まあ、4回目は淡白に終了ということになりました。1回目がついてたんだね、なるほど。まあいいんですよ別に、そこは。次が最後の購入になります。そしてまた S ランクの G チームの選手がもう1人確定しているという得点がありますから、その最後の S が巨人の誰なのか、もうずさっと菅野両方一遍に来てくれるのが一番の願いですけど、こうなったらもうどっちかでいい、ほんとどっちかでいいので、今日願いを叶えたいのでお願いです。来てください、最後の購入していきましょう。報われる俺の日々の努力、頼む、お願いする。たくさんのエナジーを使った。さよならのチャンス、さよならのチャンス、本当に大きなさよならを起こしてみせようよ。坂本菅野を手に入れてね。はい、来た。画面が割れて1人目 B ランク近藤、2人目 B ランク村上宗隆、3人目 B ランク中村、 B ランク、 B ランク半分を終えて5人が B か。6人目も B ランク、あーしかし丸だな。7人目 B ランク石川、8人目 B ランク藤井、次か9人目、あーということでもう S は1人しかいない。その1人が誰なのか最後の確認です。さあ来い坂本。おー白かー、持ってないからまあええかとは言えないよ。またじゃないかもなんでこうも坂本と菅野は俺を避けて通るの。俺を見て、俺を見て、俺の元にやってきて、そしたらもうそれでいいんです。これからも頑張っていこうという気持ちになるんですけどね、このプロスピエースを。こんなにもね来ないのであれば、なんかもうちょっとやるモチベーションが湧いてきませんけど、まあ出てきたものが全てですからね。当たったのは S ランクの大城ということで、これで5回の購入終了しました。今回手に入れた選手を振り返っていきましょう。まず1回目購入で S ランクの木村、西武の選手を手に入れることができました。 S が確定していた状況ではなかったんですけどもね、まあそんな中やってきてくれたのはいいんですけども、でもどうせ西武の選手を手に入れるのであれば、4番の山川穂高とか天才のね森友哉とか、あと来年メジャーリーグに行くのかな秋山翔吾とか、あの辺であればより良かったんすけどね。まあ当たったのは木村となりました。で2回目購入ではね、岡本和真の S ランクを手に入れる。ぶっちゃけ今回も坂本と菅野はいつものように当たりませんでしたよ。そこはずっと残念、これからもその残念な気持ちは引きずっていきますけど、ただ俺的には岡本和真が当たった時点でこの10連福袋のお釣りはもうすでに取れてましたね。それくらいやっぱ価値がある選手で、僕は大好きな選手ですからね。当ててよかった、手に入れられてよかったですよ。で3回目購入ではね、 S ランクの自チームが確定している中、沢村賞候補投手の山口俊を手に入れることができて、で最後5回目では大城。まあちょっとこの流れもあったのでね、グレードアップしていってたからね、木村、岡本、そして山口とだん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 グレードアップしてた流れもあったので、その流れで出てくるのは坂本、菅野っていうのを期待したんですけどね。まあ大城となんか急降下した感じ否めないんですけど、まあ持ってなかったですし、大城のことも大好きですからね、ユニークな選手ですので、うん、持ってない選手は当たれば嬉しいですよ。
ですから、まあ、トータル的に見たらやはり十分お釣りが来るいい結果が出た10連福袋5回の購入ということになったと思います。これで今回のプロスペース実況は終了です。今回僕が購入した10連福袋は9月19日までという期間限定のものになってますので、僕と同じく無課金ユーザーでやってる人でまだやってない方はぜひこれをやること強くお勧めします。 S ランクを手に入れられる貴重な機会ですからね、まあ、今回僕は相変わらず目当ての選手こそは当たりませんでしたけども、ただ皆様が目当ての選手を手に入れられることを天に願って祈ってますのでね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次の機会お楽しみに。グググググバイ、またもう。